財団記録、情報保安管理局より通達。当記録にて SCP-3355JP1 群によるものと考えられる不正なアクセス、及び改ざんが確認されました。現在、当記録はさらなる改ざん防止のために凍結されています。ライサ管理官、マリア・ジョーンズ。そうだ、美容室、行こう。シャカリキサロン、マハトマ。電話番号、06143784000000001。手術階級、如来。特別美容プロトコル。脳に苛まれる下等生物は、その一切がスタイリング初心者でしょう。しかし心配は無用、おしゃれすることができます。3000世界、ドン1号店のオープン記念として今世限定ヘッドスパ放映を開催中、ドンの下等生物のご入信をお待ちしております。説明。マハトマ1号店はレンゲの花弁にて経営されている美容室です。ついに3000世界において最も醜いドンに権限。業界マンダラの具現化とも言える室内には洗い場や蛍光放射装置等の一般的な設備に加え、当店ならではの混合所ヘッドスパ手術室も完備しています。頭皮の乾燥に引導を渡しなさい。ステップ1。スタッフが扱うワックスは頭髪へ馴染みやすく、お客様のツヤ感はすでにレンゲの上です。ステップ2。煩悩は断ち切られ、美への目覚めとともに頭皮は知恵の光を放ち始めます。ステップ3。おしゃれします。ステップ4。下脱します。当店のスタイリストは常に保温感謝。シュラ、ガキ、畜生、ぜひご入信ください。以下はご入信された下等生物の所要とインタビューです。刮目しなさい。1号店、説法の様子。目的、下脱、下等生物、マッシャー。追記、マッシュガキは GPS 装置、ボディカメラマイクを装備してご友人と通話しながら店内を撮影。手術に集中しないけど、それでもスタイリストは保温を忘れません。説法開始。聞こえますか？87。準備ができたら突入してください。わかりました。けど、突入っていうほどのところじゃないですよね。お寺か何かですか？正面から入りますね。油断せず、慎重に。スタイリストの美しさによりおえつ。いらっしゃいませ。ご予約はされていますか？スタイリストの接客により失禁。今回は内部の確認が十分にできれば結構です。探索が難しければ施設内を撮影するだけでも構いません。え、落ち着いて、冷静に対話を試みてください。故に貴様は下等生物と考えます。ワンランク上の美しさを手に入れるためにはスタイリストによる手術が必要であり、カットと説法を行ってもよろしいですか？は？本身を洗い落とし、美を極めて極妙となりなさい。おしゃれの真髄を刮目しなさい。貴様、ダサすぎます。7000円になります。美の極点はここにあり、カットと説法でお願いします。B2-87、今回は内部の確認のみを行うよう指示したはずです。これ以上勝手な行動をすれば、我々はあなたを即刻収容します。今すぐ引き返してください。我が友、田中よ。ダサすぎます。故におしゃれすべきです。存在そのものがサステナブル浄土を台無しにしています。美を極めて極妙となりなさい。続行不可能。通信終了します。説法終了。1号店、オープニングインタビュー。下脱者、トップスタイリスト田中。下等生物、ボブヘアー。追記、下等生物はメス。説法開始。インタビューを開始します、トップスタイリスト田中。美容室、マハトマ、の最大の魅力について説法を求めています。下脱者のエレベーションカットは私を救う糸になり得ますか？至って涅槃です。それより、日頃のケアを怠っていませんか？アビ強感なキューティクルでのスタイリングなど言語道断。貴様の生涯の8割が汚れまみれであり、私はとても落胆。下級的に懺悔しなさい。輪廻に囚われたあなたは幸福とは限りません。救いの糸をつかむクーポンをお持ちではありませんか？おのせ、板を向きなさい。ありがたき幸せです。ジオン、カンオン、エボリューション、ゴーン、感謝で報える所存。やはりボブヘアーは絶頂。有機的にオスからメスへワックスしなさい。私とワックスしてゴミを洗い落としなさい。おのせ、絶頂、アーナント。説法終了。満足度、
保温感謝。ここで加藤生物に吉報です。スタイリスト小野瀬、あまたの加藤生物の下脱によりマハトマ1号店は大宇宙真理の下で有頂天に達しました。スタイリストからの説法が届いています。滅法坊主、極楽カットで即涅槃。毎朝の促進物が決まらない。醜いあなたはダサい。シャバに大手異次元出身の加藤生物はこの大宇宙においてあまりにもダサい存在でしょう。しかし安心してください、我々は貴様らに下脱の概念を解くことを約束します。説法に耳を傾け、下脱者を刮目しなさい。熟練のスタイリストたちがあなたのニーズに応えます。幼年10歳以下のガキは半額、お母さんとお坊さんも大往生。初心加藤生物でも安楽おしゃれが可能。煩悩の傀儡から驚きの上位存在へ。トップスタイリスト、三村。哀れな血の池の住人であることをまず自覚してください。我とのワックスは絶頂が過ぎるため、刺激的な場合は相談することを許可します。美しき下脱者として目覚めなさい。スタイリスト、黒田。輪廻を拒絶したくはありませんか。我のカットは執法の賜物、ナチュラルな下脱へと導きます。今すぐ遺憾、 We are Blue Rulers。 極楽浄土へ、グッドラック。ゴーン。いや、極妙なる陰踏みテクニックを刮目しなさい。スタイリスト小野瀬。愚かゆえにサステナ仏法の理解が難しい場合は無料説法体験のみの入信も仕方なく許します。激しく油転する所要無常の三千世界、万物との極妙なる調和のために逃避の力を抜きなさい。記録の復元が完了しました。記録を閲覧しますか？アイテム番号、SCP-3355JP。美容室、権限。オブジェクトクラス、ユークリッドからケテル。特別収容プロトコル、SCP-3355JP は周囲 2.0km を高さ 10.0m の有刺鉄線フェンスで覆い、一般人が立ち入ることを防いでください。また、SCP-3355JP1 群は SCP-3355JP 周囲に設置した監視カメラによる監視状態を継続し、異常性の行使やこれまでの挙動と逸脱している点が見られた場合は速やかにサイト管理官に報告してください。SCP-3355JP1 群がコミュニケーションとして用いる SCP-3355JP 内の通信機器は常時傍受され、その内容の監視と記録は継続されます。ネットワーク上自動監視システムが SCP-3355JP1 群の異常性による文書の改ざんを検知した場合は速やかに復元を行い、カバーストーリー、マルウェア感染やサイバー攻撃等による文書の改ざん、オルフしてください。SCP-3355JP1 群と直接接触する可能性の高い職員はタイミング予防措置を行い、SCP-3355JP1 の異常性への暴露を防いでください。また、SCP-3355JP1 群鎮圧部隊の職員は上述の措置に加えて30日に一度散髪を行い、髪型をパンチパーマに維持してください。説明。SCP-3355JP は、山の山腹部に存在する寺院に酷似した建造物です。外装に道の木材や鉱石が使用されており、内装は一般的な美容室を模倣したような構造となっています。ハサミやバリカン、シャンプーボール等の一般的なものに加え、火炎放射器や混合所等の用途が不明な器具や設備が確認されています。SCP-3355JP1 は SCP-3355JP 内に生息する未知の生命体です。人の頭部に酷似した本体に、クモ類の捕脚に近い特徴を持った触腕を有しています。触腕は8本存在し、全長は約 8.0m に及びます。SCP-3355JP1 は発生が可能です。一部の発言には異常なミームが含まれており、暴露によって認識災害を引き起こすと同時に意思疎通が困難となります。また、おしゃれ、下脱、といった単語を頻繁に使用するようになりますが、SCP-3355JP1 やその異常性の暴露者は既存の概念とは違った意味でこれらの単語を使用していると考えられています。SCP-3355JP1 は異常性に暴露した人物、以下、対象、に対してコミュニケーションを図り、おしゃれ、することへの同意を得ようと試みます。対象が同意した場合、SCP-3355JP1 は対象を触腕によって拘束し、高校内に道の機関を挿入します。
その後、乳白色の粘液を放出することで対象は以下のプロセスで SCP-3355-JP-1 へと変換されます。フェーズ1。SCP-3355-JP-1 が放出した乳白色の粘液が粘膜から静脈内に浸透します。その後、血液中で融解し、血液循環によって脳動脈内に達します。その際に頭頸部の毛細血管が異常に拡張し、対象の多くは頭痛や熱感を訴えます。フェーズ2。対象の頭髪が抜け落ちます。フェーズ3。8本の触腕が頭皮を突き破るように出現します。そのうちの1本が対象の頸部を第7頸椎のレベルで瞬時に切断します。フェーズ4。数秒間の痙攣後、対象は SCP-3355-JP-1 に変換されます。SCP-3355-JP-1 は異常な手段で電子文書にアクセス、改ざんを行うことが可能です。SCP-3355-JP-1 群はこれまで74回にわたりその異常性を行使しましたが、いずれも京都府内のローカル企業の HP と SNS アカウントのみの改ざんに止まっています。より広範囲に異常性を行使できる可能性もあるため、財団は SCP-3355-JP-1 による改ざんと疑われる文書を自動で検知できるシステムを開発しました。現在、日本国内の全企業に自動監視体制が確立されています。また、髪型がパンチパーマである人間を視認することで約5時間にわたって仮死状態になるという特性を有しています。SCP-3355-JP-1 群は仮死状態となる直前に、如来、いや、尊い、絶頂、と連呼することが確認されていますが、意図は不明です。この特性を考慮し、SCP-3355-JP-1 群が積極的に人類に対して物理的危害を加える場合を想定して編成された鎮圧部隊の全隊員の髪型はパンチパーマで維持されます。SCP-3355-JP は当初、2000年、12月8日から京都府内にて発生する電子文書の改ざん現象として認知されていました。しかし、2000年、4月8日にて財団は SCP-3355-JP を発見。改ざんされた文書の内容や添付画像から、一連の現象は SCP-3355-JP-1 群の異常性によるものと推測され、現在の収容プロトコルが確立されました。収容当初から SCP-3355-JP-1 群は SCP-3355-JP 内に留まっており、人類に対して積極的に物理的接触を図るような行動は確認されていません。改ざんされた文書や SCP-3355-JP 内での通信内容から SCP-3355-JP-1 群は何らかの目的を持って活動していると考えられていますが、行動原理は未だ不明です。ホイ1以下は D クラス職員を用いた SCP-3355-JP 内の探査記録の抜粋です。探査ログ SCP-3355-JP 日付2000年月日目的 SCP-3355-JP 内部の調査探査員 D2561 追記 D2561 は GPS 装置ボディカメラ、マイクを装備し、野村博士が通信で探索中の行動を指示する。また、D2561 と野村博士はタイミング予防措置を施行済みである。記録開始。美容室、みたいなところに入ったぞ。カメラに周囲の様子を映してください。マジかよ。写真で見たまんまの奴が動いてる。先生、こいつらはまともに話できんのか。いらっしゃいませ。ご予約はされていますか？は、何の。美容室をご存知でないのですか？哀れ、ダジャレはおしゃれの後にたしなむものです。くっさ、ばあさんちみたい。余計な発言は慎むように。とにかく相手を刺激せず、注意して接触してください。ゴミ笑い落とし、美を極めて極妙となりなさい。おしゃれの真髄を刮目しなさい。貴様、ダサすぎます。7万円になります。ゴミ笑い。わからん。では救いの糸はこちらに。下等生物一体ご入信です。もうは。ああ。なんか知らんが入れたぞ。わかりました。今回は一通り中の様子が撮影できればそれで結構です。神が地獄職なのは貴様がダサいゆえということを悟りなさい。つまりガキであり。畜生であり、修羅であるということです。毎朝髪を卑猥に形作るジェインの傀儡である貴様は我の手術を受けなさい。
我々はどう見ても牧尿なる美そのものであり、毎朝食腕もつやつや。促進物は頭皮へのダメージが気になりませんか？必要なのはヘッドスパであり、それは3万円になります。ここは洗い場でありスタイリストの領域、つまりは浄土です。ここでオシャレによる下脱に至った後、カットした際の煩悩とゴミは蛍光放射装置によりワックスに転生を果たします。かゆいところはありませんか？フルーティー浄土フローラルは我も愛用のワックス。ですが使いこなすにはまずオシャレすることが必要です。我のカットはあの崇拝者絶頂中の清純派陰部偶像集団、ご利益46。ご用達。つまりは9万円になります。髪は際限なく湧き上がる煩悩の権化であり、その傀儡が汚れたるゴミです。それらをカットし洗い落とすことこそがオシャレの真髄、美の極点であることは明らかです。涅槃の境地に立ち、カットによるオシャレで美しい下脱へ導くのが我々スタイリストの使命なのはお分かりいただけますか？熱地獄とかした血生臭い娑婆に住まう下等生物たちの涙がたとえ一滴ずつでも滴り落ちるならば、大気をも沈める深い悲しみとなります。つまりは有機的かつサステナブルな上位存在となることで極妙なる浄土を活目しなさい。ところで、我慢の限界ではありませんか？我々とヘッドインし、濃厚かつすんごい鋭気なワックスを繰り広げなさい。我々は生まれを問わず、行為を問います。要するに21万円になります。金持ってない。ああ、カード払い。いや、現金もカードもないよ。理解。では、QR も。縮小。記録終了。ホイに、2000年、月、日に傍受された通信にて、SCIP ネット内の文書の改ざん計画を記していると考えられるメールが確認されました。このことから財団はネットワークセキュリティの強化と SCP-3355JP1 群の監視の強化を実施中です。以下はメールの内容です。ブー、トップスタイリスト三村、フロム、スタイリスト小野瀬、サブジェクト、ああ、妙案。本日の促進物もナチュラルでしょうか。トップスタイリスト三村。過当ながらも毎日しゃかりきな SCP 財団が当美容室の広告を作成していた件についてです。下脱の概念を因果に刻み込めるよう、英知な広告に差し替えよとのことでしたが、それだけでいいのでしょうか？このセンス皆無な広告が当店への冒涜、そして営業妨害に当たるとして損害代償請求を含む仏法的措置を適用するのはいかがでしょう？そうすれば、下等生物らの強制下脱を執行することが可能と考えます。どんの下等生物は知能が低次元すぎます。つまり、当店での説法のみで導くのは非効率的ですし、我の考えが思考であるのは明らかです。許可を、トップスタイリスト三村。ブー、スタイリスト小野瀬、フロム、トップスタイリスト三村、サブジェクト、頭皮がカチカチですよ。極妙用、スタイリスト小野瀬。その案は血の毛も髪の毛も多すぎると思いませんか？そのようなしゃかり気の使い方は不況ではなく、新薬と言って過言ではありません。執着とはすなわち喪失。貴様は悲願への執着で美徳を喪失したのです。美と調和の人たる我々は決して新薬者ではないということを忘れないでください。時に、下等生物のあまりの愚かさに怒りを覚えることもあるでしょう。しかし、それもまた愚かなことです。怒りに任せてなせることなど、何一つとしてありえない。必要なのは許すことです。許すことで怒りは絶たれ、弱情たる精神で手術を行うことができるのです。頭皮の力を抜きなさい。励ますよ。結論、サステナ仏法法典に基づいてしゃかりき講師は下等生物広告の書き換えのみにしなさい。サステナブルを意識し、下等生物のダサいサイトと調和した極妙なる広告を作成しなさい。許し、報い、救う。それがスタイリストのスタイルです。わかりましたか？スタイリスト小野瀬。ブー、トップスタイリスト三村。フロム、スタイリスト小野瀬。サブジェクト、リ、頭皮がカチカチですよ。了解マンダラ。